モーセ。モーセ、あるいはモーゼは、旧約聖書のデーエジプト期などに現れる、紀元前16世紀、または紀元前13世紀頃活躍したとされる古代、イスラエルの民族指導者である。聖教会では、モイ聖イと呼ばれ、聖人とされる。新約聖書の詩と原稿録によれば、神の目にかなった、美しい子で、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教及び、 バファーイー教など多くの宗教において、最も重要な預言者の一人。伝統的には、旧約聖書のモーセ御書、トーラーの著者であるとされてきた。デイエジプト記によれば、モーセは、エジプトのヘブライ人家族に生まれたが、新生児を殺害することを命じたファラオの命令を、逃れるためにナイル川に流され、王族に拾われて育てられたという。長次で、エジプト人を殺害し、砂漠に隠れていたが、 神の命令によって、奴隷状態のヘブライ人をエジプトから連れ出す使命を受けた。エジプトから民を率いて脱出したモーセは40年に渡って荒野をさまよったが、約束の土地を目前にして、よう去ったという。旧約聖書のデイエジプト記によれば、モーセはイスラエル人のレビ族の父アムラムと、アムラムにとっておばにあたる母ヨケベドとの間に生まれ、アニアロンと、 姉ミリアムがいた。モーセが生まれた当時、ヘブライ人が増えすぎることを懸念したファラオは、ヘブライ人の男児を殺すよう命令した。出生後しばらく隠して育てられたが、やがて隠しきれなくなり、パピルスの籠に乗せてナイル川に流された。たまたま水浴びしていたファラオの王女が彼を拾い、水から引き上げたのでマーシャー、ヘブライ語で、引き上げるの意味にちなんで、モーセと名付けた。 モーセの姉の起点で、実の母親をウバとして王女に雇われることができた。成長したモーセは、ある時同胞である、ヘブライ人が、エジプト人に虐待されているのを見て、ヘブライ人を助けようとしたが、図らずもエジプト人を殺害してしまう。これが発覚し、ファラオに命を狙われたモーセは、逃れで、ミディアンの地、アラビア半島に住んだ。ミディアンでは、 チポラという羊飼いの女性と結婚し、羊飼いとして暮らしていたが、ある日燃える芝の中から神に語りかけられ、イスラエル人を約束の地、聖書中では、父と蜜の流れる地と言われている、現在のパレスチナ周辺へと導く使命を受ける。神は、自らを、私はあるものと名乗った。モーセは、イスラエル人から、主はあなたに現れなかったと言われた場合に備え、三つの、 印を与えられる。杖が蛇になる、手が、雷病のように白くなる、ナイル川の水が地に変わるれる。エジプトに戻ったモーセは、兄ア,アロンと共に、ファラオにあいヘブライ人退挙の許しを求め、前述の印の一つ、杖が蛇になるを使って、自分の杖を蛇にしてみせたが、ファラオの配下の魔術師たちもその程度はできたので、ファラオは驚かず、アロンの杖の蛇が、 他の蛇を食ってしまったことで一応受かったものの、ファラオは拒絶し、許可を出さなかった。そのためモーセは次の印、ナイル川の水が地に変わるを使い、これをはじめ二重の災いがエジプトに下り、最後には、ファラオの息子を含めて、すべてのエジプトのウイゴが無差別に殺害された。ファラオはここに至って、ヘブライ人たちがエジプトから出ることを認めた。エジプト出発の夜、人々は、 神の指示通り、小羊の肉と酵母を入れないパンを食べた。神はこの出来事を記念として行うよう命じた。これが杉越祭りの起源であり、キリスト教ではイエスの十字架の死の予兆である。ヘブライ人がエジプトを出ると、ファラオは心変わりして、戦車と騎兵からなる軍勢を差し向けた。足の海に追い詰められ、絶体絶命の状況に陥った。これに対し、 奴隷的な状態のままであってもエジプトにいた方が良かったと不平を漏らす者もいたが、モーセが手に持っていた杖を振り上げると、足の海で水が割れたため、イスラエル人たちは渡ることができた。しかし、後を追って、足の海を渡ろうとしたファラオの軍勢は海に沈んだ。その後、モーセは民と共に苦しい荒れ野の旅を続ける。人々は、水や食べ物のことでしばしばモーセに不平を言い、 モーセはその度に水や食べ物を与えて神の力を示した。この時神から与えられた密入りのウェファースのような味の白い食料を人々はマナと呼んだ。やがて人々が市内山に近づくと神が山上に現れ、モーセは山に登って重回を受けた。さらに神はヘブライ人と契約を交わした。デイエジプト期のモーセに関する記述はこれで終わり、後半部。 二十章四十章は守るべき掟と儀式に関する、詳細な定めの記述に費やされている。続く、レビ記民数記、神明記ではさらに詳細な立法の内容が語られ、その合間に、モーセの生涯とヘブライ人たちの歩みとについて、記している。モーセは、石板の破片を入れた、契約の箱を戦闘に、シナ遺産を出発し、約束の国を目指して、カナンを進んだ。 その途上では、モーセとアロンへの反逆が行われたり、不平を言う民を罰するために神が炎の蛇を送り、多くの死者が出たため、モーセが聖堂の蛇を示して民を救った出来事などがあった。人々は、カナンの人々と戦いを繰り返し、アモリ人らを打ち、全軍を滅ぼした。さらに、ミリアン人たちを撃つなど戦いを続けた。モーセ後書の最終巻にあたる、新命紀では、 モーセの最後が描かれている。メリバの泉で神が聖なることを示さなかったことにより、約束の国に入ることを許されず、ヨルダン川の手前で、ピスガの頂きネボに登り、約束された国を目にしながら、この世を去った。百二十歳であった。モーセは、モアブの谷に葬られたが、その場所は誰も知らないとされている。モーセの死後、その従者であったヌンのヨシワが後継者となり、 神の民を導いた。クルアーン、コーランでは、アラビア語で、ムーサー、ムーサーと呼ばれる。イスラム教の聖典、クルアーンでは、モーセスなわちムーサーは、過去の預言者の一人にして、ユダヤ教徒の共同体に、神、アラーフから使わされた使徒として登場する。ムーサーは、クルアーンにおいて、ムハンマドを除く、諸預言者の中ではない預言者であるとみなされており、ムスリム、 イスラム教徒はムーサーを神と語る者、カリーム・ラーフと尊称する。ムーサーの名は、クルアーン中において、非常に多くの箇所で言及され、特に、第二十八章、物語は、前編が、ムーサーの物語になっている。クルアーンによれば、ムーサーはエジプトで生まれ育ち、後に、聖なる谷で神の声を聞いて預言者となった。また、彼の兄である、ハールーン。 アロンもムーサーを補佐するための預言者される。ムーサーとハールームはエジプトのファラオに唯一なる神を信仰するよう求め、神の偉大さを伝えるために杖を蛇に変えるなどの奇跡を示すが、ファラオに拒絶されたためにイスラエルの民を連れてエジプトを離れた。で、エジプト物語は聖書と基本的に同じであり、市内山、アラビア語ではムーサー山と呼ばれるで、 ユダヤ教徒に対して与えられた経典であるトーラー、立法を神から授かったという。クルアンのムーサーの物語では、ユダヤ教徒たちがムーサーの言うことを聞かず、時に偶像を崇めたことについて、非常に詳細に言及されており、このようなクルアンの正しい神に選ばれた使とムーサーに従わない、ユダヤ教徒に対する批判的な言及が、 歴史的なムスリムによるユダヤ教徒に対する差別心、敵意の原因の一つとなったと指摘されることも多い。ムーサーは、イスラム教においてノア、ヌーフ、アブラハム、イブラーヒームイエス、イーサー、ムハンマドと共に五大預言者のうちの一人とされる。また、ムーサーという名はムスリムに好まれる、男性名の一つとなっている。イスラム伝承ではムーサーは、 イスラエル民族の救世主としての役割のみならず、様々な知的追求も行う人として描かれており、クルアーンには、ユダヤ・キリスト教にはない話、知識を求めるムーサーが、従者を連れ賢者に会いに行き、教えを請う物語などもある。エジプト脱出から死去までの時間に開きが大きいのも、その間に知的追求への旅など、イスラエル民族に対する救世主的行為以外にも、 携わってていいたかららだと考えられている。創世記から始まって、デイエジプト期、レビ期、民数期、神明期までのヘブライ聖書、キリスト教では、旧約聖書の最初の語書は、総称して、モーセ語書と呼ばれてきた。新約聖書に、イエス・キリストがモーセを聖書記者として言及している、聖句があり、聖書信仰に立つ、福音派の教会ではモーセを、モーセ語書の記者として似ている。 これらは、聖書自身の記述と古代からの伝承によって、モーセの手によるものとされてきたが、ユリウスベルハウゼンらの文書仮説を支持する者はそれに反対する。福音派にはこれらの主張を信仰の敵と呼ぶ者もいる。モーセ御書の別称は、トーラーであり、日本語訳では、立法とされることが多い。トーラーの権利は、指針ないし、方針である。 クラビウス・ヨセフスのユダヤ・古代史大遺憾大 X 章では、でエジプト記の第2章10節と11節の間、付近に入るエピソードとして、モーセはエジプト軍の指揮官としてエチオピア攻略で活躍し、彼の強さを認めたエチオピアの王女、タルビスは和平交渉をして彼の妻となった。というものが書かれている。モーセの実在とで、エジプトの物語の信憑性は、 考古学的知見、歴史的知見、後悔の改定調査の結果、カナン文化における関連する、起源神話などから考古学者及び、エジプト学者、聖書批評学者の間では疑問視する人々が多い。その他の歴史学者は、盲セに返せられる伝記の詳細さとエジプトの背景は、青銅器時代の終わりに向かうカナンにおける、ヘブライ部族の統合に関わった歴史的、政治的、 宗教的指導者が実在したことを暗示していると擁護している。エジプト側に残るモーセに関する物語と関連するものとして、エジプトの神官、マネットによる記録のヨセフスの引用がある。それによれば、アメンホティップ三世が地を清めるためにと皮膚病患者を隠離た際、オサルシフォス、オサーセフというヘリオポリスの祭司が皮膚病患者の一団の監督者となった。 皮膚病患者たちは、かつてのヒクソスが首都を置いた、アバリスに収容され、オサルシフォスは、エジプトで禁じられているあらゆることを指示し、エジプトで許されているあらゆることを禁じた。さらにヒクソスを国に引き入れて、エジプトを再征服し、十三年間彼らと統治した。最終的に、エジプトの地を追い出されるが、オサルシフォスは、モーセの名を名乗る。 この物語はで、エジプト期とは異なっているが、いくつかの共通点があり、例えば、エジプトに災いをもたらすモーセという名の、宗教指導者が存在したこと、エジプト北方に勢力を持った西アジア系移民が存在したこと、その異分子は、ヘリオポリス、オンの宗教指導者と近しい関係を築いていたこと、皮膚病を利用したこと、エジプト人と異なる法を敷いたこと、 そして、エジプトの地から出たこと、などが挙げられる。なお、この話自体は、ヨセフスの時代の頃それなりに広まっていたものであるが、ヨセフス自身を含む大半のユダヤ人からは、これと結びつけることは盲セを侮辱するものだと考えられており、前述のヨセフスの引用、アピオンへの反論第2章229節では、引用しつつも書き手の真似と、原文は、 マネトーンたちに、レプラ患者と自分たちの先祖を一緒にするなと反論しており、別の著書の、ユダヤ古代史、第2位関11章3から4節では、レビキ13章の記述から引用、一部改ざんしつつも、レプラ患者にこんなに厳しく扱うモーセが、患者自身であるはずがなかろうという趣旨反論を、その後にわざわざ書いている。キリスト教美術においてはモーセは、 通常老人の姿に描かれることが多い。中世ヨーロッパ美術においては、ミケランジェロの彫刻やレンブラントの絵画に見られるごとく、盲セはしばしば角のある姿で描かれるが、この理由には二つの説がある。一つは、ウルガタワケの描写を元にしたためだというものである。デイエジプト三十四、二十九から三十、三十五。元来、ヘブライ語には母音を表す文字が存在せず、 ヘブライ語で、核を意味する語は、輝くという意味にも、解釈可能であり、現在の聖書翻訳では一般に、校舎の意味で訳出されている。もう一つの説は、ウルガータとは関係なく、モーセの顔が光り輝くのを、角のような形で表現したというものである。フランスの美術史やのエミール・マールは、後者の説を取り、最初典霊劇で、そのような表現がなされたものが、 絵画や彫刻にも影響を与えたと考えている。一方、日本の大型キュアコは、前者の説を取りつつも、12から13世紀のイングランドの教会法学者の著書中に、モーセの角の吐いた顔とは、すなわち彼の顔から輝く光が出ていたからとあるのを、紹介している。他の中世人の著作を見ると、クレルボーのベルナール、宮ビカ公会にも普段の場面で、 モーセの顔光り輝いたということを前提としている記述がある。聖書学者の関根製造は著書において、そもそもでエジプト期の該当箇所は、格のあると解釈するのが正しいのだと主張している。なお、牛や、ヤギや、羊や鹿などの角は、法上イコール富と、子孫繁栄の象徴であり、ギョベクリテッペの遺跡などから推測されるに、 おそらく紀元前1万年の太古より、ユーラシア大陸の各地に、北が神たる、核を生やした、主に牛の神、遊角神への信仰があり、儀式の際に、角の被り物をするなど、カーランを、角のあると解釈することは、むしろ正当な発想である。一形なる角は、善、神であれ、悪、悪魔であれ、人を超えた、神聖な存在。 権威あるものであることを示す表現方法なのである。モーセトでエジプトをテーマにした映画も多い。代表的な作品に以下のものがある。海が割れるエピソードは旧約聖書の中では日本でも比較的有名なエピソードである。このエピソードから転じて人だかりなどで混雑している場所に置いてある人物が、 現れるとその人のために道を一斉に開けて空間ができる様子などを海が割れている場面に見立てて比喩的に網を使うことがある。また、同じ理由で水に強い磁場をかけると分かれることをモーゼ効果という。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。